こんにちは、はい、さあ今年の高校野球は107年ぶりに慶応が優勝したというふうになりましたが、もう一つ史上初の何かの記録も達成したことを豊さんご存知でしょうか。そら知ってるよお前また泣いちゃうよお前。あ、もうティッシュはあるので大丈夫ですいつでもいや、あの親子でな、そうです、優勝メダルを取るという、これは史上初。まあどなたのことかというと、あの清原さんの息子さん、清原、勝治さんが、はい、まあ、慶応高校でして、はい、で最後代打で出てフォアボールになりましたけれども、うん、見事に優勝メダルを手にして、まあ、お父様の、清原さんももちろん、ね、PL で優勝されてるので、優勝されてるっていうか甲子園で一番の記録を持ってる人たちだから、はい、人たちっていうか人だから、甲子園で言ったら清原和博だし、今でも言われてる、受け継がれてるっていう、親子で優勝メダルという、うん、まあただ手放しには喜べない苦労はあったと思うよ、うん、やっぱりね、はい、親父があれだけの親父だし、はい、やっぱ比べられるんだよね、はい、そのプレッシャーと、うん、いつもいつもそういうことを背負って野球をやらなきゃいけない、はい、よく耐え抜いて頑張ったと思うよここまで。そうですね、それあのご本人の勝治選手も話してたんですけれども、去年の秋から試合に出始めるようになると、うん、やっぱり周囲からは父のような活躍を期待され重圧を感じていた。でもそんな時にお母様亜希さんが、死にはしないからどんとやってこいと悩んでいた自分にとってとても大きく救われる言葉だった。これ お父様の名前が偉大だから。いやそうだよ、うん、いや野球界だとそうでしょ、はい、うちの息子もサッカーやっててプロになってるじゃん、はい、まあ、それだけでも最初子供の頃悩んでたからね。あ、そうだったんです。でも子供の性格にもよる、はい、長男坊はいや利用したらいいじゃんみたいな利用したでも、まあ、次男はそれがちょっと邪魔っていうかさ、うん、いや俺は俺なんだっていう、はい、まあ大輔も一番下もそうかな、いや俺を見てくれよって、いや親父は全く関係ないじゃないって、うん、俺はサッカー界にいるんだからって、はい、そういうことで悩んだっていうね、うん、こともあるけども、もう野球だったらもう切って切り離せないからね、はい、だからそこをやっぱ耐え抜いてやめずにベンチに入って、うん、ね、戦い抜いて優勝を勝ち取ったという、これはね素敵な話だよ。そうです、まあ、親父も平坦な道を歩んでるわけじゃないしさ、いろいろあったしね、はい、だけどそのやっぱり野球が好きなんだよこの子は、うん、それと親父が好きなんだよ、はい、うん、やっぱりそうですよね。お父さんはいつまでたってもお父さんだから変わらないし、あのちっちゃい頃からお父さんがテレビで活躍されてた姿も小さいながらに見てきてるし、お父さんが悩んでる姿も見てきてるだろうし、多分ね、小さい頃から親父と一緒に野球もやっただろうし、うん、まあ、野球の話もしただろうし、でも自分が辛い思いをしながら、うん、野球やりながら、やっぱり野球をやめてしまうと、うん、なんか親父との接点がなくなるみたいな、うんうん、そういうことで歯を食いしばって頑張ってきたんだと思うんだよね、うん、だからそういうことを考えると並大抵では続けられない精神力がいると思うよ、あのお子さんの方にですよね、うん、だからよく頑張ったなと思ってさ、はい、ね、よかったね、で同じ道を選んでるっていうところもね、あえて自分もそこに行くんだっていう、まあ親父との共通点だよね、うん、それを持ち続けたい、はい、なんかそんな感じがするな。やっぱりちっちゃい時から見ててお父さんはヒーローだっていうのが絶対あると思うんですよ。いやそれはもちろんそうだよ、うん、でお父さんやっぱりホームラン打ってみんながわーって手叩いて喜んでる姿を見てるし、あ、自分もいつかああいう風になりたいなっていうのは多分もしかしたらちっちゃい時からあったかもしれない。夢にはあっただろうけど、うん、もう高校ぐらいになったら現実を見る年頃だから、うん、それでも追い続けてるんだよ、うん、うん、野球というものをね、うん、だからそこで親子で優勝してな、メダルかけてもらった。そうなんです、あのお父さんとお母さんとかお兄様に全員にメダルをかけたって話していて、だからね、キヨはね、うん、自分が取った時の感動よりも、うん、息子からあのかけられたメダルの方が
俺は感動してると思う。多分そうだと思います。あの清原さん の, あのコメントも入っていて、まずおめでとうございますと、力としては仙台育英が上ではないかと分析していたのですが、初回から慶応の応援団がものすごく、さすがの仙台育英も押され気味でした。仙台育英には守るべきものがあり、慶応は、青コーナーチャレンジャーとして精神的に優位だったのかもしれません。また挑発自由なエンジョイ野球の優勝で、僕自身にとっても野球感が変わる思いがしました。これからは挑発のチームも増えるでしょうね。次男の勝次は優勝の喜びも、またスタメンで出られなかった悔しさもあるでしょう。まだ野球人生は終わっていないし、しばらくゆっくりと高校生らしい生活を送った後、どこかで線を引いて次の目標に向かってほしい。私の息子であり注目され、試合に出なくても取材を毎回受けるなど苦しさもあったと思います。しかしきちんと対応して立派に育ってくれたなと感じました。褒めてあげたいですとコメントを出されています。まあ、共通点があるのはさ、しっかり受け答えをする、はい、これはやっぱりスポーツ選手の親だったら絶対させるなやっぱりそう。うちの息子たち、まあ、比べると全然違うんだけどさ、ヒーローインタビューだとか、その人に対しての対応だとか、それは絶対しっかりしときなさいみたいな、それは言い続けてきたから、だからやっぱキヨも同じ思いだったんだなと、いや、本当そうです。俺ちょっと今ほっとして、でキヨが息子の野球を見ることによってやっぱ野球感がおそらく変わる思いがしたと思うんだよね、そういう意味ではなんか息子に抑えられた、そういう高校野球決勝じゃなかったかなというようなね、まあ、そんな感じがするし、キヨが時々、ね、応援のところを見ると、子供のように目を皿のようにして追い続けてるっていうのは、やっぱキヨも野球が好きなんだなっていうふうにやっぱ思ったね。そうですね、やっぱ息子さんが活躍してる姿を見て、自分の高校生とか中学生の時のあの時の気持ちに一緒に戻ってそうだなかもしれないですよね。そうだな、だからまあ純粋な気持ちにね、まあ、慣れたと思うし、すごくいい優勝だったなっていうね。そうですね、でもまたこのどこかで線を引いて次の目標に向かってほしいっていうのも、プロとしてのやっぱり厳しさとかも知ってるお父様の何かこう気持ちだったりとか、やっぱり親父なんだよ。あ、親父だよ親父だからか、息子の力量もいろいろ分かってるし、これからどうするんだろうって息子が決めることなんだろうけども、そこのけじめっていうのはしっかりしろよみたいな、まあ大学行ってやるかもわからないしね、はい、だからそれはなんか親父らしいな。そうですね、いい親父だな、いい親父になってんな、コメント見るとそうですね。そうだね、お子さんも本当にまっすぐ育たれているというか、まあ、そうだね、まあ、お母様のね、秋様の教育とか接し方も素晴らしいものがあってのことだと思いますし、そうだな、まあ、だから親孝行の息子であり、立派な息子に育ったね。そうですね、だからお父様も毎回多分ね、甲子園球場で足運ばれてすごい応援されたと思います。周りからもね、気づかれてたでしょうしね。いや、そうだよ、あんなでかいやついないからね。いませんし、やっぱ目立ちますしね。目立つよ、それだけに息子はプレッシャーがあったと思うしね、はい、いつも清原和彦がいるんだから、和彦がね、はい、まあ、よく耐えながら頑張ったよね。そうですね、こうやって、まあ、もう一つのストーリーというか、まあ、皆さんにもそれぞれ物語あるんですけれども、清原親子という、そうだな、親父がやっぱ好きなんだよ、何があったって親父なんだよ。そうです、ね、それでやっぱ野球で親父との接点を持ちたかったというかさ、そういうことで続けてきたんだと思うよ。ですね、お父さんを喜ばせたいっていう気持ちももちろんあったでしょうし、ね、もちろんあるだろうしね、立派な息子だな。本当そうです、ね、もう清は息子に頭上がらんなだからそんな感じがするよ。だって息子さんから優勝メダルかけてもらうなんて、もう人生でそんなないじゃないですか。そうだな、自分の時の優勝メダルとはまた全然違うね、意味合いが違うからな、差だったと思いますよ。まあでも史上初ね、親子で、はい、甲子園優勝という、その夏の大会でね、はい、もうおめでとうしかないよな。そうですね、でも息子よ、はい、ね、立派、ね、はい、本当によく頑張ったね。そうですね、はい、